皆さん、こんしましま、ヤンティスの新猫好きです。ドルフィンウェーブ実況プレイやっていきたいと思います。というわけでね、今回も、聖夜に愛いっぱいのサプライズを後編。今日でストーリーが終わるな。いやー、まあ、前回はね、まあ、シオンのお母さんの、まあ、クリスマスパーティーを、まあ、ガラティアで開くっていうことになったんやけど、まあ、ヘリーさんの家族も、一緒にガラティアに行くみたいな感じで、まあ、ダブルクリスマスパーティーみたいな感じになる展開やったな。よし、じゃあ、最後、ストーリー後、解決。まあ、完結編やね。まあ、楽しい感じであればいいな、みんな。おおクリスマス当日、イエーイ、楽しそう。わ、めっちゃ、ごちそうあるじゃん。ツリーも立派やな。ね、イルカたちも、ちゃんと、ね、サンタ衣装っていう。これ確かの、ゆめさんのやつじゃなかったっけ？衣装が。メリークリスマス、パーティー楽しみましょう。聖なる秘儀の幕開けだ。南どっちかっていうと、なんか、黒いサンタ衣装にした方がなんか似合うかもしれない。まあ、赤でも十分、ね、似合うけど。他のメンバーは来れなくて残念だね。どれから食べようかな。そうよね、ミチルたちが出てきてないよな。イルカだけで。そうですね。昨日は霧島のみんなとパーティーしましたから大丈夫ですよ。ああ、したんだ、ちゃんと。よかったね。で、イルカはこっちでもパーティーという。ね、イルカにとってはもうダブルパーティーみたいな。いいね。なるほど。ヘリーさんとセレナさんはそれぞれ今回のウルトラレアの衣装ってわけね。しかしあれだな。ヘリーさんはまあ、まだこうね、ともかくだけど、セレナさんよ。セレナさんのその、なんだろう。隠してるところ？それさ、こう、ピラッてやったら見えちゃうよね。大丈夫な？まさかそれセレナさんが、こう、インスピレーション、働かせて、できたやつ？いやー、なんとまあ。ヘリー、セレナの母、乾杯！カラーンって。と、豪華な飾り付けだ。相当気合が入っているな。ヘリーさんと俺とで頑張ったっけな。はあ、なんでこんなことになっているのかしら。説明してくれる？セレナ。こう、誰か説明してくれよ。じゃじゃじゃーん、みたいな。いいね。と、うわあ、ヘリッチとセレナッチ、サンタ服、おそろじゃん。記念に撮るから、寄って寄って。オソロってわけじゃないけどな。うん。セレナさんの、ちょっとこう、なんて言ったらいいんだろうな。なんて言ったらいいんだろうな。あの部分がちょっとな、オソロじゃないんだよな。キリちゃんはあれなんだね。イルカたちと同じなんね。ふむ。こうかな。なかなかノリがいい、セレナ。バッチリ、後で送るねー。 あ、ありがとう。しかしこんなクリスマス衣装着てまんざらでもないセレナさんは一体何なんだ。なんでなのよ。ちょっとセレナ、話はまだ終わっていないわ。
どうして招待した覚えのない人が混ざっているの？ねえ、招待を表せって。そうね。あ、ビーナー、あなたも来てたの？ビーナーさんはあれか、今回のウルトラレアの衣装だよね、やっぱり。なんかちょっとか、なんだろう、コートと腕の部分がなんか食い込んでいる感じになってるから、なんかちょっと変なアニメーションになってるじゃない ?CG が。あら、私のことかしら。あなたはどこにだって現れるでしょうが。せやなっていう。ということは、パーティーに誰が来ても問題ないはずよ。それは。そうね。それより見て、ヘリオン。ああ、そっか、シオンはお母さんにこの姿を見せているんだよね。なんかこう、腕の部分めちゃくちゃ太くね？よく見たら、すっげえ太いじゃん。ねえ、なんだろう、男の人でもねえ、袖切れるんじゃねえか？まあいいや、お母さん、どうかな？お、ここでシオンの母親が出てくるのにね。すごく素敵だわ。まさかモデルのあなたをこんな間近で見られる日が来るなんて。やった。喜んでもらえて嬉しい。プレゼントを迷ったんだけれど、よかった。うん。ね、シオンにとっても、シオンのお母さんにとっても、最高のプレゼントやね。もう本当に。ほんと最高のクリスマスになったね。最高のクリスマスプレゼントよ。雑誌やテレビ越しで見るより何倍も素敵。ほんとこうやってね、応援、子供のことを応援してくれる母親すごいよね。モデルとして働いている自分の子供を。ありがとう。うん、ありがとう。壮大な愛の波動を感じるわ。ヘリオンだってそうでしょ？そうだいって言わせたいわけ？嬉しいわ。ええ、そうね。シオンが嬉しそうでよかった。シオンだけじゃなく、みんな楽しそうだ。悪くないと思うよ。セレナには聞いてないわよ。仲良くしようぜ、ヘリーさん。ヘリーさん、不満そうな顔はやめましょうよ。母さんまで。こういうことをやるなら、家族もちゃんと呼びなさいね。なんかこう、ヘリーさんとセレナさんの、こう、母親がすごいフットワーク軽くてよかったね、ほんと。とってもいいパーティーじゃない。じゃあ、お料理を取ってくるわ。ああ言うだけ言っていなくなってしまったね。みんな勝手なんだから。確かに勝手だけれど、そのおかげで助かった。姉さんは言うと怒るかもしれないけれど。
私も姉さんとクリスマスを過ごしたかったんだ。じゃあ、私も母さんを手伝ってくるよ。それならそうだって、ちゃんと言いなさいよ。まったくもう。なんか、ヘリーさんの表情から見るとなんかまんざらでもないかな。パーティーは大成功かな。実は家族が来てくれて嬉しい？どうなんだろう。大成功。まあ大成功なのは大成功だよな。じゃあまあちょっと家族が来てくれたことに関しては。ちょっと人の顔をジロジロ見ないでくれる？ちょっとなんで俺に当たってくるのよ。俺何もしてないのに。ヘリオンの家族への愛を感じるわ。素敵な時間ね。まったく、なんとでも言いなさいよ。ヘリーさん、ごめん。実はヘリーさんの家族を呼んだのは私なの。勝手にされちゃ困るわ。今度からは事前に相談してね。でもよかった。ヘリーさん、嬉しそうで。嬉しいのはみんな同じやで、シオン。みんながこれだけ楽しそうなんだもの。主催者が雰囲気を壊すわけにはいかないわ。じゃあ、そういうことにしておく。ありがとう、ヘリーさん。いや、ほんと最高のね、クリスマスパーティーやね。ヘリーさんにとっても、シオンにとっても。シオンにそう言ってもらえてよかったわ。ねえ、ヘリーさん。なに？何か飲み物でも必要？私はお母さんとプレゼント交換したけど。もう急だから用意しているわけないじゃないの。来年は事前に相談するね。もう、シオンまで私をからかうなんて。ね、なんかヘリーさんはシオンに言われたら別にそう怒ったりしないよね。嬉しいわ。ま、ここ数年の中では一番のクリスマスだったわ。シオンにとっても、私にとってもね。いやー、いいクリスマス。皆さんはこういうクリスマス過ごしましたか？さて、じゃあまあちょっとね、クリスマスのね、パーティーでちょっとうかうかしているけれども、ね、最後の、ジェットバトルやっていくか。バリーヘッド。ここはあれやね、ギア属性やね、全員。ネレイデスのチームやな。よし。じゃあまあやっていくか。はい、というわけで、今回はね、ね、相手がギア属性ということで、こっちはね、まあ、それよりも強い3属性の、キャラで全員いきます。ということでね、じゃあ一人だけ、まあ、ダブルスーパーレア。選手のデータを見るの？このシオンは、あれやね、本来というか、普通にガチャで出てくるシオンやね。前に出した競泳水着の SSR のシオン
おったと思うんやけど、あっちとはちょっとまあ差別化されてる感じやね。向こうはまあ回復能力があるけど、こっちは相手全体の防御をダウンさせる効果と防御ダウンやね。まあとにかく相手の防御をダウンさせる用のシオンやな。よし、じゃあまあこのシオンを使っていきますかね。さて、じゃあまあね、ちょっとこうシオンだけがちょっとレベルがかなり低いけれども、まあ対応は多分できるであろうということでやっていくぜ。私の実力思い知りなさい。思えば今回エレンもユメさんも出てきてない。全マシン一斉に引かない。いやー、あのセレナさんの服装よ、舌だけが違うな。緊迫のナイトゲームの始まりだ。バダツミの夜闇を切り裂く電光石火の走りに期待だ。よし行くぜ。噂通りの実力。さあ先手を取ったぞ。さてさて、じゃあどういう感じで行こうかな。とりあえずクリティカルアップと防御ダウンと、そうだな、シオンの防御ダウンで。これでどう？防御ダウンの事情や。かかったわね。そっち。どうでいい？無傷で乗り切れるか？ちょっとあんまりシールド破壊の効果が小さいな。そうだな、まあ、とりあえずチャージしておいて、防御ダウンで 400% いくか。こういうのはどう？ちょっとシールド破壊が遅くなっちゃうな。トレンドは逃さないわ。余裕。まあ1万いけたな、ダメージは。ここはちょっと一旦シールドを回復しておこう。回復してこれで、あとは防御ダウン。お助けします。それそんな意外と効くでしょ。ああ余裕あるよ。私の番ね。なかなか効くだろ。トレンドは逃さないわ。倒されはしないかなとはまだ思うけど、ちょっとまずいな。まあなんとかなるっしょ。よし、とことん攻撃してやるぜ。クリティカル率をアップさせときゃいい攻撃が当たるかなっていう。もう一発決めろ。よし、もう一発。じゃあおお使えるね、シオンの必殺。もう一発で 200% 決める。なんかオーラ的な、シオンから出てくるオーラ的なものが。見せてやる。私の攻撃は痛いわよ。この余裕あるよ。まだまだ大丈夫かな。逃さないわ。ちょっとシールドがやばいけ、回復させとこ。次はビーナがおったらね、回復、シールド回復しつつ攻撃してくれるのが
あったけよかったんだけど、今回ないからな。とりあえず確率アップで、エレン。まあ、しのげるかどうかわかんないけど、トリマ。47,000、なかなか与えられるじゃん。ちょっとまずいかな。おう、なかなかあれだな、危ないところやな。よし、じゃあピントルネエドで、これで、いけ、ゆめさん。ぴゅん。相手もあの SP 技使ってくるけえな、怖いんだよな、そこが。おお、これは映えるかな。あのヘリーさんの、ヘリーのクリスマスプレゼント、じゃあ使っていこうかな。そうだな、とりあえずこうダウンさせといて、これで。とどめだ。いけるかな。おお、弾があのプレゼントの箱になってる。おお、すごいダメージ。おお、やったね。ちょっとあれだったな、あのシールドが破られそうだったけど、なんとか粘れたね。よかった。イェイ。あの、ゆめさんのシールド回復がね、すごい貢献なったね。というわけで、ね、これにて、聖夜で愛いっぱいのクリスマスを、サプライズをとか、題名をちょっと間違えてしまった。の方のね、イベント終わりました。イェーイ、パチ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 、イェーイ。いやー、シオンにとっても、ヘリーさんにとっても、いいクリスマスになりました。ね。俺もいいクリスマスをね、過ごしたいです。久々に。というわけでね、次回の、ドルフィンウェーブ、次もメインストーリーかな、やっていきたいと思いますので、ね、ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどし待っておりまーす。それでは、バイニャラー。